皆さんこんにちは、パチャンネルのキラキラ2年生のゆっちゃんとけいたんです。よろしくお願いします。今日はスティッチダーツをやっていきたいと思います。ちなみにこのダーツは磁石でくっつくので安全に取り扱えます。よかった。これはね、ばあちゃんの掃除をお手伝いしてたら見つけたんだよね。中身を確認してセットします。中にはトリケトン、ちっさ、使ってないっぽいね。なんか箱だけが汚れてた気がする。これおばあちゃん家でこの磁石見たことあるんだけど、なんか冷蔵庫につけてあった。こういう引っ掛ける用なんだよね。 S 字フックで引っ掛けるよ。そっか、おばあちゃん家の冷蔵庫についてたやつ持ってくればよかった。これくっつく、なんか6個になってたね。くっつく、あ、くっつく、くっつく。ダーツはやる準備をしていきます。得点の説明をしていきます。この白と黒に当たった場合はこの周りにある得点の通りです。例えばこの子に当たった時は6点、ここに当たった時は20点です。この外側のクリスマスカラーに当たった時はこの得点の2倍で、ここのクリスマスカラーに当たった時はこの得点の3倍です。例えばここに当たった時は16点、ここに当たった時は24点という計算になります。それと真ん中、この緑に当たった時は25点、この赤に当たった時は50点当たります。もしもこの外に当たってしまった場合は0点です。もしもここに当たった場合は0点ということになります。ここに3本あって3回ずつやっていくので合計9回投げれます。その合計の得点によって勝ち負けが決まります。じゃあ、ケイタンから先にやります。この位置から投げていきます。ケイタンの1本目1点。これは0。わー、0点か。19。ケイタンの結果、20点。よし。あ、え、でもさ、ここに当たった、この黒いところか白いところに当たって当たって、それ足し算？そうだよ、3本の足し算。足し算。うん、それ掛け算になってる。足し算。ゆっちゃんの1回目、ゆっちゃんはケイタンと同じ場所から投げます。これどう？この場合なんですか？立たせて、その場で。分かった。そしたら黒だね、黒だね。12が3倍？ 3 倍。上すげえじゃん。4点。私の得点は55点です。1セット目の結果はこんな感じ。じゃあ2セット目いきまーす。抜かします。1点。2本目。これって12 1？ 自己申告でいいよ。片方は12で1だから13点です。今回のケイタンの結果は。ゆっちゃんは2セット目いきます。当たってくれ。これどっち？ちょっと後で判断します。近いところに移動しました。60点と15点と16点。2回目の勝負の結果はゆっちゃんが91点。才能発揮された。ちなみに2セット目でこんな感じです。じゃあ3セット目いきます。ゴーゴー。イエーイ。ゆっちゃんが全部黒になってくれ。でケイトが全部60点になってくれ。ケイタン最後の3本やります。うわぁ25点。
11+25=36点。ピータイの結果は36点です。3セット目いきます。はい、ゆっちゃんの記録は37点です。結果発表もう結果分かってるんだけどね。ケイタンが69点。うん、ゆっちゃん100いってる、いってないか、いってる、だって91取ってる。そっか、ゆっちゃんうまく言えば200ぐらいある。183点。2倍、ゆっちゃんの勝ち。イエーイ、ケイタンの2倍くらいある。結果こんな感じでした。真ん中に当てたいです。真ん中に当てるまでやり続けます。何回でできるんだろう。2人で協力して真ん中に当てていきたいと思います。それでは今からブルチャレンジをやっていきたいと思います。まあね、ケタ君これでブル取るから。やめてたわ。それではやっていきます。優しく投げるんだよ。いや、分かってる。お、惜しい惜しい、まだまだダメ、25点。え、そこ張ったら、もういけるんだけど邪魔だよね。うん、はい、え、おかしい？あ、いいよ。うわ、惜しい。どかして、どかして、どかして。それは、ね、どかしていいから。惜しかった、今のは。最悪。そうだね、うん、こういうのが一番多い。じゃあもう俺が当てよう。え、はい、二丁目メイクさんがやったらママやる？来たー。これはありですか？あり。立てます。みんなで協力して7分かかってますからね今日スティッチダーツをやったんですけど、ケイタンとゆっちゃんがもうどんだけ頑張ってもできなかったときに、スイカ割りと同じようにおっぱいに助けてもらいました。イエーイ。私は今日初めてダーツをやったんですけど、私は得意なのかもしれないけど、この丸のところに当てられたウパパもすごいなと思いました。今度ラウンド1とかで本物のダーツをやってみたいと思います。遠いけどね、うん、ラウンド1は、うん、届かないんじゃない？こっからカメラまでぐらいだね。もっと遠いわ。シールの正解はスティッチダーツの箱のここでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございました。また見てね。キラキラ2年生。
鬼滅の刃のデフォルメシールウェハースを開けていきたいと思います。水の呼吸一の方水のもぎり、水の呼吸二の方水車、水の呼吸三の方竜竜舞。そんなんだから嫌われるんですよ富岡さん。もしもし大丈夫ですか。ごめんね弱くっちゃ。